ヒルティー&、ボッシュ公式ロゴヒルティーボッシュは、日本のストリートダンスユニット。大阪府出身のジンとユーの二人組で構成される。ジンとユーは6歳からの幼馴染み。1997年、当時15歳だったジンとユーは、プロダンサーであるユーの父レイに支持し、ストリートダンスを始める。2004年、国内最大級のストリートダンスコンテスト。 ジャパンダンスでライトで優勝。翌年、イギリスで開催されたダンスバトル UKB ボーイチャンピオンシップにて初代王者となる。これらの活躍をきっかけに海外からのオファーが増え、2005年以降は活動の場を海外へ移すこととなる。オンライン動画サイトで発表されたパフォーマンスが話題を。 よび、YouTube の公式チャンネル上での、累計動画再生数は2500万回以上を、記録。トヨタグローバルキャンペーン CM Get Going Challenge, や、ドイツ・フランス、台湾での TV 出演等。現在までに30カ国以上での活動実績を、誇る。国境を越えての文化交流にも力を入れ、カンボジアラオス・ブラジル等、世界各地の子供たちとストリートダンスを通じた。 交流を行っている。2017年にはアメリカを拠点に加えて活動している。2005年、ドイツで開催された、レッド、ブルビーシーワンにてゲスト賞の招待を受け、日本人初のゲストショーケースを披露。このゲストショーケースの映像は、YouTube での再生回数が700万回に達している。要出展同年、世界最大級のブレイクダンスコンテスト。 バトル・オブ・ザ・イヤーにおいても日本人初となるゲストショーを行った。その他ショーケースダンスバトルにおける実績として以下のものがある。要出展2010年から2013年までの3年間、バラエティショー、バリエテのメッカであるドイツの GOP シアターにてツアーを行い、約800公演1500回以上のショーに出演。総動員数35万人を超える。 大規模な公演でメインアクトとしてオープニングと取りを務め、現地ドイツのメディアでも多数回取り上げられた、要出展マスター・オブロッキングの異名を持つ。要出展こうした活動から、ルティーボッシュは、下火になっていた、ロックダンスを、もう一度ブームにした立役者として、またジャンルにとらわれない、オンリーワンのスタイル。 ニューオールドスクールダンスを確立させたという評価を得ている。要出展また、ヨガ、コロナ禍になる以前よりオンラインレッスンを日本でも始めており、今回のコロナ禍では下地があったから早く行動に移せたと言っている。ありがとうございます。